はいどうも、ミニマリストのたけるです。このチャンネルでは、自由で身軽なライフスタイルを追求するミニマリストが、子供がいても少ないものとお金でのんびり暮らすをコンセプトに、実践的な暮らしのヒントを発信しております。もし興味がありましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。で、今回の動画の内容は、お金が自然と貯まる18の節約アイディアについてお話をしていけたらと思います。で、今回動画をご覧いただいている方の中には節約がしんどいなと今まさに感じていたりとか、無理なくお金を貯めていきたいなと考えていたり、さらには自分に合った節約がなかなか見つからないと思い悩んでいる方きっといらっしゃるかと思います。そこで今回の動画では、実際に我が家で取り入れている節約術ですね、お金が自然と貯まるようになった18の節約アイデアを今回皆さんとシェアしていきたいと思います。今回の動画最後までご覧いただくと分かることとしては、いくつかあるんですけども、まず一つに我が家のリアルな節約事情が分かります。そして二つ目に、いつもとは、きっと皆さんもいろんな動画だったりとかコンテンツで節約のコツというか節約術いろんなところで学んでると思うんですけども、いつもとはちょっと違った視点での節約術が学べるんじゃないかなと思っています。で、最後3つ目、動画で分かることとしては、今日のキーワードは無理なく自然にお金が貯められる方法っていう内容をお届けしようと思ってますので、おそらくきっと皆さんも無理なく自然体で皆さんに合った節約術きっと見つかるんじゃないかなと思います。ただ、注意点というか前提として皆さんにお伝えしておきたいのは、その一気にもう今年からガツンと貯蓄できるっていうお話ではなくて、一気に大きな貯蓄ができるというよりかは、無理なくコツコツ貯蓄したい人向けの内容になっております。実際僕自身も今回のご紹介する内容を取り入れて実践してみて、良かったなと感じることとしては、挫折をすることなく節約を継続できたということ、さらには生活コストをミニマル化したことによって、生活コストが下がったことによって経済的なゆとり余裕も生み出すことができたので、かなりおすすめの内容となっております。で、今回の動画も実際に僕自身が実践した体験談でお話をしてまいります。そしてとても有効だと思っている行動のみピックアップいたしましたので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。それでは早速本題に参りましょう。まず1つ目、お金が自然と貯まる節約アイデアは、お金を貯めたい理由、節約したい理由をはっきりさせておくということになります。これはなぜかといったら、シンプルに自分自身のモチベーションにつながるからですね。どうしてもそのお金を貯めたい理由だったりとか、もう今日の今日、皆さんが、僕自身が節約をしなきゃいけない理由をしっかり明確化しておかないと、今日ぐらいちょっと贅沢してもいいかとか、せっかく頑張って今までお金貯めたし、ちょっと贅沢に旅行にでも行くかってなっちゃうから、もう毎日自分は何のために節約を、なんならもう今日の今日するべきなのか、しっかりと継続的に節約をして貯蓄するべきなのかっていうのを、僕自身はもう毎日のように明確にするべきだと思っています。で、我が家の場合はですね、しっかりその節約をしたいと思う理由、その貯蓄をねしたい理由としては、老後のためだったりとか、あとは去年2023年に子供が生まれたので、学費だったり養育費のためとか、あとは個人的な話にはなりますけども、僕自身そんなに無理して働きたくないんですよ。もう以前のその若彼氏頃、今も若いですけども、若い時のようにがむしゃらに働いて、年収をね、バカみたいに上げたりとか、稼いだほとんどを金融投資に回したりっていうのは、もう昔だからできたのかなっていうのはあるので、今はもう本当にのらりくらりとのんびり暮らしたいし、程よく働いていればいいなっていう思いが強くなってきたから、そんな働きたくないから、そのね、将来的にまだ何が起こるか分かんないからね、その大暴落が起きる可能性だってあるし、僕自身が病気しても本当に今後一生働けなくなる可能性もあるから、働けるうちにほどほどに働いておこうっていうのは今思ってるんですよ。だからただ無理して働きたくないから、生活費はミニマルにしておきたい、だから節約頑張りたいし、将来ね、僕だけではなくて妻だったり子供に何が起きてもいいように
できる範囲でね、無理のない範囲で資産形成は今後もね、コツコツと継続していきたいなっていう思いがあります。で、他にも我が家でお金を貯めておきたい理由、節約をしておきたい理由としては、家族全員の健康のためですね。お金がないと病院に行けないとか、まあ、行きたくないというか、その全くお金がなかったら、ね、医療も受けられないじゃないですか。で、貯蓄も少なかったら、いや今回の医療費もったいないなとかね、その受診する病院にその行くのが、受診するのがなんかもったいなく感じたりとかするのもあれだから、まあ、しっかり貯蓄はしておきたいと。で、あとは子供の、まあ子供だけではなくて親も含めてですけども、しっかり貯蓄があることによって将来の人生のその選択肢にもつながるから、まあ、だからしっかりと、まあ、資産を形成して、まあ、蓄えも増やしていきたいですし、どんだけ収入が増えたとしても生活水準はキープしておきたい、できるだけ上げたくない、極力ミニマルな生活費を維持したいなっていうのは感じています。まあ、今のお話を聞いて、まあ、きっと皆さんもちょっと今一度ね、皆さんのその節約の目的だったりとか貯蓄の目的見直したいなって感じた方いらっしゃると思います。人それぞれご家庭によって何のために節約を頑張るのか貯蓄を頑張るのかあると思います。なんなら、まあ、特にねお金を貯める理由はないけども、とりあえずいつか将来のためにお金を蓄えておきたい、だから節約頑張るんだっていう方もきっといらっしゃると思うんですけども、それはそれで全然いいと思います。とにかくですね、日々皆さんが節約を継続できるために、もう今日の今日から節約も頑張れるために、そして継続的に貯蓄をねしっかりできるためにも、毎日できれば毎日皆さんご自身が節約を頑張りたい理由だったりとか、お金を貯めておきたい理由っていうのを明確にしておく、ノートに書き出すでもいいですし、ちょっと今日節約しんどいな、疲れてるし、なんか贅沢したいなと思った時に、まあ、それもいいんですけどもね、なぜお金を貯めておきたいのか、まあ、その理由が明確であればあるほど頑張れるのではないかなと思います。では続いて2つ目参ります。自然とお金が貯まる節約アイディア2つ目は、毎朝支出と資産を確認見直しを行うということになります。これはつまりどういうことかというと、僕自身毎朝ですね、起きて、まあ、しばらくちょっと身支度した後にアプリを開いてですね、今朝の資産額累計だったりとか、まあ、昨日の支出をチェックするんですよ。で、これなぜかというと、近々のその我が家の支出に間違いはないか、無駄遣いはなかったのかっていうのを振り返りたい、チェックしたいっていうのもありますし、あと自分の資産はその金融投資にもね、投資してるから、まあ、多少なりともその株価の影響を受けるから、まあ、株価のチェックとともに、今日の今日の資産はどんな状態かっていうのを見るわけですよ。現金比率だったりとか。で、そんなね、1日で 15% も 30% も株価大暴落するってことはないと思いますけども、万が一、ちょっとその株価がね、暴落した兆しがあるのであれば、まあ、当然ながら買い増ししていきたいし、あとは今まで頑張ってきたその節約の、まあ、努力の功績が今の資産だから、まあ、その見ることによって、安心するっていうのもあるし、まあ、今日の今日からしばらくね、全く仕事せず、で万が一その家族に何かがあって資産が多少なりとも出てたとしても、まあ、全然そのね、しばらくは長い間暮らせるので、まあ、そういった意味でも全然安心だなと、安心したいなっていう気持ちもあるし、あとはその今までの努力を無駄にしたくないっていう気持ちも働いて、今日の今日も節約をしっかり頑張ろうと、贅沢はしない、身の丈で生きようっていう気持ちも芽生えてくるから、だからまあ僕自身毎朝ですね、毎日、そんな一日一日で資産額が大きく変わるっていうことはないですけども、ただまあこれは習慣づけとしてやってます。数字と向き合うといいますか、ぜひ皆さんも節約したての方というか、まあ、これからその節約とか貯蓄頑張っていきたいんだっていう方は特にですね、できれば毎日毎朝数字と向き合う、ご自身の家計簿だったりとか銀行口座、まあ、できればアプリで管理すると、スマホでねアプリ開けば皆さんの資産額出てくるから、まあ、個人的にはそっちの方がおすすめですけども、まあ、そんな風に皆さん毎日支出と資産額、これをチェックするようにしてみてください。で、必要であれば見直すっていうことですね。もう最近我が家ではその毎日毎朝ね、その自分の支出の見直しするってことはもうなくなりましたけど、以前はあれ、この支出なんだろうか、ちょっとこの支出見覚えないなっていうものがあったんですよ。
で、そんな時はちょっと家族に相談して、いついつのどこどこお店でいくらいくら、まあ、出金があるんだけども、ちょっと身に覚えあるみたいな。今ではその家族でいつどこのお店で何を買うのかっていうのは、まあ、伝えた上で、まあ、僕も買い物リストを LINE で共有するし、いつまもつまで買うものを共有してくれるから、今はないんですけど、以前は共有してなかったから、そのよく分かってなかったんですよね。そのちょっと主と不明金というか、お互いに理解把握してない部分もあったので、だからその辺をちょっと見直したりとか、ちょっとお金にまつわるルールをね、改善したりとか、その個人の支出には僕は関与しないけども、でも夫婦共有でね、その家族全員でその関係する支出に関してはお互いに共有しようと、買う前にっていうのは、まあ、ルール作りとしてしっかりと構築したりとかっていう感じでやってます。まあ、結論何が言いたいのかっていうと、しっかりとその毎日ね、資産額とか支出、なんならその数字とお金と向き合うことによって、まあいろいろ改善できることがありますよということになります。まあそんなこんなで我が家もね、節約意識も高まりましたし、かなり節約ははかどったかなと思います。続いて3つ目、お金が自然と貯まる節約アイデアは、毎朝その日のお金の使い方を決めるということになります。これはですね、その朝起きて、まあ、買い物が必要な日ってあるじゃないですか。例えば食材が足りないとか、ベビーグッズ、ベビー用品買わなきゃいけないとか、あとは日用品を買い直さなきゃいけない、買い足さなきゃいけないっていう日ってあるじゃないですか。でその時にもちろんその日買い物するのか否かっていう、その買い物の有無も朝に決めるし、で買い物が必要だなってなった時は買い物リストを朝のうちに作成しとくんですよ。例えば僕だったら、毎日その親の料理担当なので、妻は子供の料理離乳食担当なんですけども、だから僕自身冷蔵庫を朝開けて、何の食材が足りないのか、今日のその献立というか、何作るっていうの、その料理に対して食材は足りてるのかどうなのか、調味料はあるのかっていうのをしっかりチェックして、で足りないものを LINE にバーって書き出して、で妻と共有して、何かもしスーパー今日行くから買ってほしいものがあれば追加で LINE しといてねっていう感じで、リストをね共有しますと。で僕の場合はなんとなく予算を考えときます。今回のリストだったら、まあ、いくらぐらいかなとか、まあ、できればね食費とか日用品費を抑えたいので、まあ、極力ね値段が上がらないようにしっかりと予算を決めておく。でそうすると、例えばスーパーに行った時に、あれ買っとこうかなとか、今日疲れてるからお菓子買っとこうかなとか、まあ、最近お酒とかお菓子は買わない、まあ、食べない飲まないようにはしてるんでから大丈夫なんですけども、でもよっぽど疲れるとね買いたくなるから、まあ、その時の予防線としてしっかり予算をあらかじめ想像しておくっていうのはやってますね。なのでぜひ皆さんも普段ちょっと使途不明金があるとか、浪費が多いなと感じている方とか、もうちょっと節約頑張りたい、生活費を抑えたいっていう方は、毎朝その日のお金の使い方を決める、買い物をするか否かもそうだし、買い物リストをしっかり作成して、そのリストに上がらないものは買わない、あとはあらかじめその日の予算をある程度明確に金額としてね、しっかり出しておけば、無駄遣い防止にもその衝動的な自分の欲求を抑えられるのかなと思ったりとかもします。続いて4つ目の節約術は、ネット購入はカートに保留しておいてすぐには買わないということです。これはなぜかというと、その過去の僕の買い物の失敗談から、まあ、このルールができたというか、まあ、具体的にどういう失敗があったかっていうと、結構以前は Amazon でポチポチしてたんですよ。あれが必要だな、これが買いたいなとか、これが欲しいなと思った時はカートで、その一旦お気に入りとか、そのこれを買うっていうそのカートに保留するとかではなくて、もうすぐにポチってたから、ちょっと考え方が浅かったりとか、別の商品が良かったりとか、買っては見たけど数日で捨てたっていうこともザラにあったんですよ。このお金の使い方非常にもったいないなと反省して、ちょっと買い方を変えました。で、まあ、ネットでの購入に関しては、まあ、実店舗でも比較的そうですけども、これが買いたい、これが欲しいと思った時は数日保留にするようにしてますね。特にネットで買う時は気をつけるようにしてます。妻からこれが必要、これが欲しいって言われた時もそうですね。
例えば鏡が欲しいとか子供グッズのあれが欲しいとか言われるんですけども、でもネットで買うってなった時に結構衝動的になりがちだから、ね、たかが数百円かもしれないけどされど数百円だと僕は思ってるので、やっぱ一回そこでなんだろうな、その誘惑に負けちゃうとバババッとそのもうルールが崩れていくというか、まあ別にいっかってなっちゃうから、その一回のその衝動的な買い物も許したくないんですよ。僕の場合はかなりケチになったので、その欲しいという衝動に負けないためにもせめて 2,3 日は待つようにしてます。結構家族から催促されるんですけどね、あれどうなったのとか、まだ買わないのとか言われるんですけども、とにかく僕は買い物に失敗したくないので数日待って、まあ、それでも必要なのか、もっといい商品はないのか、価格帯はどうかとか、口コミはどうかとか、であと数日待つことによって、その欲しい欲しいっていうその衝動的な感情が抑えられて冷静になれるから、意外にいいアイデアが出てくるわけですよ。最近もそういうことありましたね。ちょっとゴミ箱買おうってなった時に、そのまあアマゾンとかでゴミ箱って検索するじゃないですか。で、そうするといろんなゴミ箱出てくるわけですよ。で、ミニマリスト的にはよりコンパクトで、できれば黒がいいなと思ったんですけども、だけど、そのすぐには買わなかったんですよね。で、そうすることによって何がいいこと起きたかっていうと、その段ボールの折りたたみ式のゴミ箱が出てきたんですよ。で、その今回我が家で欲しかったのは、その分別用のペットボトルとか瓶とか缶とか、その子供のもので結構出てくるから、でかつ分別用でその欲しかったから、何かいいものないかなと思った時に、段ボールだったら、まあ、最悪必要なくなったら折りたたんで収納もしておけるし、いらなくなったらその資源ゴミとして段ボール回収してもらえるから、あ、これはいいやと思って、なんかそのステンレス製のものというか金属のゴミ箱買っちゃうと邪魔になるし、どうせ瓶とか缶とかも、まあ、洗うは洗うけど汚れるから、まあ使い捨てっていうわけではないけど、また次引っ越す時に汚れたりとか匂いの原因になってたらまた買い替えばいいやと。でしかも段ボールだから安いんですよ。1000円ぐらい、2個セットで1500円とかだったから、まあ、1個700円ぐらいで非常にリーズナブルだったしっていう感じで、まあ、そういうこともあるので、欲しいと思ってもすぐ買わないっていうのは心がけてます。続いて5つ目参ります。5つ目の節約術は、不要なものはどんどん捨てるということですね。まあ、これはまあ僕のチャンネルをね、長いこと見てる方はもう耳にタコができてると思いますけども、我が家では不要だと判断した瞬間にもうすぐ手放すようにしてます。で、それはなぜかというと、不要なものがあればあるほど収納も買わなきゃいけなかったりとか、より広い家が必要になったりとか、あとはその物を取っておくことによって連動で増えてしまうものってあるじゃないですか。メンテナンスグッズだったりとか、あとは汚れとかホコリがひどくなったら掃除グッズとかもね、より強力なものだったりとか、また今の家にない掃除グッズ、便利な掃除グッズとかを買い足さなきゃいけなかったりとかと、結構お金がかかっちゃうので、とにかくいらないと判断した時点で物を減らすようにしてますね。これが結果節約になってると思います。続いて6つ目の節約術は、服も食事も同じでいいということです。これつまりどういうことかというと、まあ、僕はですね、ここは僕の部屋なんですけども、洋服がここにかかってるじゃないですか。で、僕は今年間5着で洋服は過ごしてるんですね。これはまあかなり極端だとは思うんですけども、なぜ年間5着で暮らしてるのかというと、まあ、特に僕ファッション興味ないし、服にも興味ないし、特にその周りからダサいと言われようが、なんと言われ別に気にならないんですよ。僕は僕の着たい服で、まあ、着心地が良くて汚れも目立たなくて、でユニクロの服なので、もし何かあった時はすぐユニクロで買いに行けるし、なんならネット注文ですぐ届くし、まあ、それがいいやと思って、でそんなこんなで洋服のこだわりをどんどん捨ててって、必要ないものを捨ててったら年間結果5着になったんですけども、まあ、とにかく毎日そのコーディネートも楽だし、その管理も楽だし、で思いっきり洗濯機とその乾燥機もかけられるし、まあ、本当はダメなんですけど全然大丈夫なんですよっていうぐらい、まあ雑に扱っても丈夫なのでへこたれないし、だから服は少なく毎日同じでもいいっていうのは結果節約にもなってますね。洋服買わないですしね。でユニクロさんだから安いじゃないですか。で食事に関しても毎日同じではないですけど、まあ、食材はほぼほぼ同じ、その安い食材をメインに使って、で味を変えるっていう感じですかね。あとは、まあ、ちょっとその例えばチーズをその日かけたりとか、あとは
ちょっと食材をワンポイントで、例えば春菊って匂いがいいじゃないですか。だからそういう春菊とかその、まあ、癖のある食材と言っていいのか分かんないけど、まあ、ちょっと食材を変えて食感とか香りを変えたりとかして、あの日々の料理を楽しんでます。でなぜその我が家でその服も食事も同じでもいいってなったのかというと、やっぱりその毎日変えるってお金がかかるんですよ。洋服を毎日そのコーディネートを変えるってなったらたくさん洋服必要だし、食事のレパートリーも毎日変えなきゃいけないと思うと、やっぱり食材だったり調味料だったりとかも必要じゃないですか。でなおかつその洋服とか食材がたくさんなきゃいけないとなると収納も必要ですよね。例えばたくさんハンガーが必要だったりとか、人によっては収納ダンスが必要だったりとか、食材系であればでっかい冷蔵庫が必要だったりとかってなってきますよね。つまり毎日変えるっていう生活習慣はお金がかかるから、僕は我が家ではそういうのはやめようと、別に毎日でも同じでもいいよねっていう風になってます。これが結果、その毎日同じで OK っていうのが結果節約になってるんですよね。なので、まあ、もちろんこれご家庭にもよるとは思うんですけども、ぜひその節約をしたい方、毎日変えるっていうその価値観で生活をしてお金がかかってしまってると、直したい改善したいっていう方は毎日同じで OK っていうふうに考えると、まあ、物も減りますし、まあ、物だけではなくて食材とかもね、ある程度買い物も楽になるかと思いますし、節約にもなるかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。続いて7つ目の節約術は、これはあの個人的な節約術、僕だけの節約術なんですけども、間食はチョコ2枚と大量の水で空腹を満たすということになります。今ではあのダイエットに成功して10キロぐらい痩せたんですよ、数ヶ月かけて。なので以前のように暴飲暴食とかもなくなりましたし、かなり食が細くなったので、あの間食おやつとかも食べなくても良くなったんですが、やっぱりダイエット中ってきつかったんですよ。ちょっと疲れると結構お菓子を食べたりとか、よっぽど疲れがひどいと夜お酒を飲んだりとかっていう感じで、結構その空腹感が強かったし、かつお腹が空いてなくても食べたくなってたんですよね、ストレスで。だから、まあ、ダイエット中だったりとか、そのまあ食費の節約っていう風になった時っていうのは、間食はとにかく、まあ、今も手元にありますけど大量のね、まあ、これちょっとペットボトルの中に水道水入ってるんですけども、まあ、そんな風に水を大量に飲んだりとか、あとはカカオ 72% のビターチョコを間食で2枚食べるようにしてます。ちょっと糖を取るだけでもあの脳が満足になったりとか、まあ、お腹も多少なりとも満たされるし、でたくさん水を飲むことによってお腹を満たされるから、まあ、おやつ代を節約できるし、暴飲暴食も防げるっていう、まあ、メリットがありますね。なんか変なお菓子を食べるより、砂糖たくさん入ったジュースをたくさん飲むよりも、まあ、こっちの方が健康的かなと思いました。やっぱり健康的で、かつ節約になるって最強じゃないですか。なので、ぜひ皆さん、間食でちょっとお菓子とか、ジュースとか、あとお酒とか、飲みがちで、まあ、もちろんそれが楽しみで、ね、それが逆にないとあんまり人生生活が楽しみがないとなってしまうのはあまり良くないかもしれないですけども、まあ、節約のことを考えるのであれば、そして皆さんの健康のことを考えるのであれば、ちょっとお菓子を控えめに、そして水をたくさん飲むっていうのが個人的にはおすすめです。では続いて8つ目の節約術は、夜更かしはせず疲れはためないということになります。でこれなぜかというと、やっぱり疲労とかストレスって浪費のもとだなっていうことに、まあ、ようやく気づいたというか、20代の時には気づけなかったんですよ。だから、まあ、仕事もがむしゃらにしてたりとか、夜更かししたりとか、朝はまあだらだら過ごしたりとか二度寝したりとかっていうのは全然ざらにあったんですけども、まあ、その疲れとかストレスは浪費のもとだなと、お金がかかってしまう生活になるなっていうことに気づいてからは、あ、睡眠って大事だなと思うようになって、早寝早起きをするようになりましたね。やっぱり健康は何よりの財産ですし、元気なのが、体調がいいのが一番の節約じゃないですか。疲れてるからストレスがたまるからお金を使いたくなるのであって、元気だったら別にお金使わなくてもいいじゃないですか。
お菓子買いたいとかお酒をたくさん飲みたいとか、人によってはタバコを吸いたいとかもなくなると思うんですよね、コンディションが良ければ。でそのコンディションを良くするために、自分の体調を良くするためにまず必要なのが睡眠だと思うので、ぜひ皆さんもですね、ちょっと最近体調悪いな、睡眠不足だな、ちっちゃいお子さんがいらっしゃる方はねしょうがないかもしれないけども、まあ、とにかく皆さんのコンディションを1点でも2点でも3点でも上げるためにもですね、ぜひ夜更かしはせず早めに寝て、しっかりと睡眠時間を確保するっていうのを心がけてみてください。これが一番節約になると思います。体調を崩すとね、医療費だったりとか薬代だったりとかもお金かかっちゃうし、人によってはウーバー頼んだりとか外食しがちだったりとかね、お金がかかる生活になってしまうので気をつけてください。では続いて9つ目の節約術は、苦手な節約は最重要項目として把握するということになります。我が家の場合はですね、やっぱりその節約してると言ってもやっぱり苦手な項目ってあるわけですよ。できっと皆さんのご家庭でもあると思います。この辺はなかなか生活費削られないな、この項目はちょっと節約頑張ってもなかなか節約できないなっていうのがあると思うんですよ。で我が家にもありますと。で我が家の場合は食費と子供用品、子供グッズとあと日用品ですね、この辺がちょっと、まあ、その僕と奥さんの価値観も若干違ったりとかするから、まあ、よく夫婦で話し合うんですけども、この3つが、まあ、天敵というか我が家のラスボスなんですよね。家賃だったりとか、あとは書籍代だったり、まあ、保険代だったりというか諸々はすんなり節約できて、かなり生活費削れたんですけども、いかんせん食費と子供の用品と日用品に関してはかなり、まあ、手こずってるというか、結構長期間かけて今まで節約してきたっていう感じですね。徐々に節約はできてきたんですけども、例えば家賃とか保険代とか通信費とかに比べると結構時間かかってるなっていう印象があるんですよ。でだからといって、その節約が難しいからといってほったらかすのもちょっと問題だと思うので、ぜひ皆さんも徐々にでいいので、長い目でコツコツと節約していく、諦めないっていうことが大事です。で我が家もですね、その節約が苦手な項目、支出に関してはもう最重要項目として、もう毎日のように目をつけてあげるというか、目をかけてあげるというか、で先ほども毎朝支出チェックするっていうふうに言いましたけども、食費と子供用品と日用品費に関してはもう毎日のように目を光らせてですね、今日この買い物は必要なのか、なんなら昨日の買い物は妥当な金額だったのか、買わなくてもよかったんじゃないかとか、だからそういうのをいろいろ考えたりとかしますね。まあ、子供用品は近くの薬局で買った方が安いのか、Amazon で買った方が安いのか、なんならスーパーで買った方が安いのかとか、あとはちょっと遠出してね、なんか赤ちゃん用品専門店みたいなところ行って買った方が安いのかとか、もう日々議論してますね。まあその努力の垣間あって、かなり生活費というか食費、子供用品、日用品は節約になったので良かったんですよ。なのでぜひ皆さんもなかなか節約難しい項目、後回しになりがちだと思うし、後回しするのがまず正解だとは思うんですけども、まあ、最後ラスボスとしてね、長期目線でコツコツとベビーステップでもいいので、毎月100円でも200円でも500円でも1000円でもいいからでもいいから節約アイデアを出して、それを実行に移してみるっていうのがおすすめです。では続いて10個目の節約アイデアはですね、家族と一緒に散歩に出かける、基本お金をかけないということです。これつまりどういうことかというと、まあ、これはまだ子供が、うちの場合は今生後8ヶ月なんですね、今この撮影している現時点で、だからっていうのもあるんですけども、その、まあ、なかなか遠出もできないし、その外食もね、そんな頻繁にできるわけではないから、我々の家の娯楽っていうのが家族全員で散歩に出かけることなんですよ。まあ、買い物に出かけるっていうのもありますけども、できっと皆さん今動画をご覧いただいている方の中には、ちっちゃいお子さんがいらっしゃるよっていう方もね、見ていらっしゃると思うんですけども、子供がちっちゃいうちはその家族全員の気分転換は散歩だけとか一緒に買い物に行くだけでも全然 OK かなと思います。今我が家ではそんな風にやってますかね。なんか特に例えば水族館に行くとか、近くの、まあ、公園に行くことはありますけども、まあ、どっかお金を払って遊ぶっていうのは行けてないです、まあ、行くと大変っていうのもありますしね、疲れるっていうのもありますから、育児もう日々の家の中の育児でもう手一杯っていうのもあるから、まあ、なかなか行けてなくて、まあ、かえってそれが節約になってるなと思って今回ちょっと入れさせていただきました。
なので、結論何が言いたいのかっていうと、お子さんがちっちゃい方、特にそのどっかお金払って遊びに行くっていうのがめんどくさいというか、なかなか行けないよっていう方は、気分転換は散歩だけでもいいんじゃないかなと。あと家族全員で一緒に買い物に出かけるっていうのはかなりおすすめです。では続いて11個目の節約術は、普通の日常を好きになるということです。これはなぜかというと、やっぱり我々人間ってその遊びたいし贅沢したいじゃないですか。その非日常を味わいたいというか。で、なぜかといったら普段の生活に疲れてるからですよね。で、僕も、妻もですね、日々育児を奮闘していて、家事もねしっかりこなしながらやってるから日々疲れるんですよ。で、そうなってくると、なんか日常が嫌になってくるじゃないですか。これはもう普通の人間誰しもある話だと思います。ただ、我が家の場合は、節約もしたいし、しっかり資産形成もしたいから、できる限り日常を好きになれるような努力をしてるんですよね。例えば僕の心がけとしては、以前もね動画でチラチラお話ししましたけど、その禅の考え方を取り入れて、その非日常とかを好むのではなくて、ありのままの普段のその何気ないその質素でつつましい変わり映えのしない日常を愛するというか、その生活自体が幸せなんだよと、そういう思いで日々丁寧に生きなさいという教えみたいなのがあって、で、僕それ非常に響いてですね、だから日々の家事だったりとか、育児はかなりちょっと苦戦してますけども、日々の家事は以前よりもだいぶ好きになって、もう毎日掃除するようになったりとか、特に変わり映えのしない毎日同じような、別にその人から羨ましがられるような生活はしてないですけども、でもそういう平凡な日常が好きになれたんですよ。で、そういう気持ちになれたからこそ、それが節約になってるなとも思うんですよね。これが普段のその家の中の生活が嫌で嫌で仕方がなくて、ストレスもすごく溜まってってなったら、そりゃね、買い物で爆買いしたりとか、外食行ったりとか、友達とご飯とか、お酒飲みに行ったりとか、どっかね、レジャーに出かけたり旅行に出かけたりってなると、お金が結構かかるじゃないですか。やっぱりその変わり映えしないのが嫌ってなってしまうと出費につながるので、だから、これは個人差あるかもしれないけど、僕の中での最強の節約術なのかなと思ったりとかもしますね。普段のその質素で平凡かもしれないけども、なんかその毎日同じような生活がむしろ好きっていう。だから、これコツがあるかって言ったら、ちょっと何とも言い難いところはあるんですけども、分かりやすい言葉で言ったら、樽を知るとかですかね。消欲知足、今ないものを求めず今あるものに満足する、当たり前のことに感謝するとか、例えば育児とかもしんどいですけども、いずれ子供が大きくなったら相手にされないんだろうなとか、そういうことを考えると、今はねもうめちゃくちゃ大変だし、ずっと子供といるからむしろ鬱陶しいと思うこともありますけど、いやでもこれ保育園入ったりとか小学校とかね、その進学したらむしろ親との時間離れるからね、そんな時期になったら今のその子供とずっといる時間が愛おしく思うんだろうなとか、なんかいろいろそういうことを考えると結構頑張れたりとかしますかね。ということで、ちょっと参考にしてみてください。では続いて12個目の節約術は、節約がきついときはちょっと財布の紐を緩めるということになります。これはつまりどういうことかというとですね、普段僕自身は財布の紐をギッチギチにきつく締めてるんですよ。僕がこの家のお金を守ってるんですね。で、僕のお金から払ってるんですよ、いろいろと。で、普段きつく締めてるとですね、僕もしんどくなることもあるし、妻は割とお金を使う方なので、その節約家か浪費家、その二択で言うのであれば、僕が節約家で妻は浪費家なんですよ。ってなった時に、奥さんからしてみたらきついじゃないですか、僕に財布の紐もギュッて縛られたら。だから当然僕はその自分の心とも相談しますし、ストレス具合とも相談しますし、あと妻の様子もしっかり見ておいて、妻がしんどそうだなとか、なんかお菓子食いたいとか、どっか出かけてご飯食べたいとかって言い始めたりとか、あとはその疲れ具合ですよね、しんどそうにしてるなと思ったら、ちょっと財布の紐を緩めて、妻が欲しいものを買ってあげたりとか、そんな高いものは買わないですけど、例えば僕は食べないけど、僕は買わないけど、ケーキをプレゼントしたりとか、あとは普段のご飯をちょっとだけ贅沢にしたりとかっていう感じでやってますね。で、これなぜかというと、やっぱり節約って継続が命だし、かつ無理な節約って続かないんですよね。
だからちょうどバランスよくするために、その財布の紐をきつく締めてはたまに緩めてあげて、ちょうどいいその我々夫婦の我々家族のその節約具合をのバランスを見てるっていう感じですね。ここまでするとかなりきちいなとか、ここまで緩めすぎるとちょっと緩めすぎかなとかっていうのを、まあ日々バランスを取ってるっていう感じです。でそのバランスの取るのもやっぱりその我々の日々のコンディションだけではなくて、先ほどもご紹介しましたけど、毎朝支出のチェックをしたりとか、あとはその資産額のチェックをして、いや昨日の支出ちょっと額的に大きかったなとか、逆にもうちょっとかけてもいいなっていうのをいろいろあれこれ考えて日々調整してるっていう感じです。はい、なのでぜひ皆さんも無理な節約は続きませんので、まあ、たまには財布の紐も緩めていただいて、で、ちょっと家族全員で、まあ、ご褒美をね、味わったりというか、まあ、そのご褒美にお金をかけて、まあ、家族全員で喜び合ったりとか、ちょっと羽目を外してみたりするのも、まあ、継続の秘訣だし、また明日からまた今日から節約頑張れる、まあ、モチベーションにもなったりとかするので、そういうチートデイみたいなのがあってもいいのかなと思ったりとかもします。ただ緩めすぎは禁物です。では続いて13個目の節約術は、その悩みとか問題を何でもお金で解決しようとしないということです。これはつまりどういうことかというと、以前は、まあ、仕事も頑張って、まあ、お金もしっかり稼いで、で資産形成もしてきたから、まあ、ある程度経済的に余裕があったわけですよ。でその時になんか結構適当にお金使ってたところがあったんですよね。つまり物が見つからなかったらすぐ物を買えばいいとか、時間がないからすぐタクシー呼ぼうとか、あとはもう家事がめんどくさいから時短家電を買っちゃおうぜとか、あとはもう掃除する余裕もないからダスキンさんに頼もうとか、なんかそういうなんか何か家の中の問題が起きてた時に、なんか全てお金で解決しようとしてたんですよね。でもちろん当時余裕がなかったから、まあ、そのお金の使い方は後悔はなかったんですけども、ただなんか何のために働いてるのかよくわけが分かんなくなっちゃったんですよ。でその時短家電もいい値段しますし、タクシーだって塵も積もれば運万円になりますし、ダスキンさんも多分1回の掃除とかで数千円とか1万円ちょっとするんですよね。で物が見つからなかったら見つからないですぐ買えばアマゾン代も高くなっちゃいますし、なんかそのお金を稼ぐために一体何時間何日働かなきゃいけないんだって話になるから、あこのお金の使い方もったいないと、世の中では時間を買うために時間を生み出すためにお金を使えとか言われるけども、いやちょっと待てよと、もちろんねもうお金が有り余ってる人はいいかもしれないですけども、いやなんかそれも塵も積もるまでそのね何年何十年と続けたら、なんかそこにその分を金融投資に回したら絶対将来めちゃくちゃ楽できるじゃないですか。だからちょっと見直そうと思いました、我が家では。まあ、基本僕が使ってたんですけどね、そのタクシー代とか。で結論僕はどうしたのかっていうと、まあ、当然ながらその時間をお金で買うっていうのも極力やめて、で何か問題があったとしてもお金で一回解決しようっていうのは一回渋るようになりましたね。でかつその時間で解決しようと思ったんですよ。その何か問題とかトラブルが起きた時に、まあ、今まではお金で、昔の僕はお金で解決してましたけど、その余計なタスクとかも一切削って、で時間持ちになったんですよね。時間に余裕ある状態を作って、で例えば探し物がないすぐに買うとかじゃなくて、いや時間たっぷりあれば探せばいいじゃんと、で時間がないタクシーに乗ろうじゃなくて、いやたっぷり時間が取っとけば別に多少なりともね、余裕で移動できるじゃないですか。別に電車移動でも全然行けるし、で時間に余裕ができれば、ね、家事もねゆっくりできるし、時短家電がたとえなかったとしても別に今の僕は苦じゃないし、むしろ楽しいし、自分の手でお部屋が綺麗になることは楽しいなと、むしろ豊かになるなと思ったりとかもしますしね。だからそのまあ、もちろんこれねご家庭によると思います。共働きで忙しいっていう方は全然いいんですけども、ただそのお金を使う分もまた働いて稼がなきゃいけないし、より忙しい生活になる可能性もあるから、そこは本当気をつけなきゃだなと思ったりとかもします。
なので、まあ、我が家の心がけとしては時間に忙しいっていうのはもうなくそうというところで無駄なタスクを削って時間持ちになって、で時間で解決できるようにしたら結果節約になりましたね。では続いて14個目の節約術は、贈り物は原則しないということです。まあ、結論、大切な人だけに限定するようにしてます。その初対面の人とか、あんまり関係がまだ構築されてない薄い関係の人に、なんかわざわざそのちょっとしたプレゼントを渡すのも、まあ人間関係が広ければ広いほど、人脈が多ければ多いほどお金ってなくなるから、なんかその生活に疲れちゃったんですよね、僕自身。だったら大切な人をより大切にするために、なんかそういう方だけそのプレゼント渡したいなと、日々の感謝を伝えたいなと思った時にしっかり買うようにしてます。それ以外は基本も買わないようにしてるから、節約にもなってるなと思ってます。では続いて15個目の節約術は、気の合う人とだけ交流交際をするということになります。以前の僕は、まあ、もちろん良かったんでしょうけども、人脈をとにかく広げようとしてたんですよ。どんどん新しい人に会ってたんですよね。で、まあ、もちろんそれがあったからこそ、その気の合う友達もできたし、あ、この人に会えて良かったっていう出会いもあったから、まあ良かったんですけど、でもそれをずっと続けるわけにはいかなかったんですよね。なぜかといったら、いろんな人に会うっていうことは気づかれもするし、移動も多くなるから、まあ、時間もお金も失うわけですよ。だからその一時的には人脈を広げる、幅広い人間関係となんかその交際するっていうのはいいのかもしれないけども、ちょっと最近、まあ、最近というか、まあ、引っ越しをしたっていうのもありますけども、まあ、だいぶその、ね、人間関係が多いとちょっときついなと、しんどいなって思うようになってからは、もうガッと絞ってですね、本当に仲がいい人だけ、あとはまあこまめに連絡くれたりとか、まあ、僕のことを慕ってくれる方と仲良くするようにしてますね。で当然気の合わない人とはちょっと関係を立たせていただいて、本当にまあ自分の大好きな人と気の合う人と交際、まあ、交流するようになってから、まあ、時間もお金も節約になってよかったなと思ってます。だから今ちょっとね、人間関係が多くて日々会う人が多くてちょっと疲れてしまってるっていう方は、ある程度まあ人間関係を厳選するというか、僕の場合は割り切りましたね。もう仲のいい人とだけ交流しよう、交際しようと、まあ、ちょっと勇気がいったんですけども、まあ、引っ越しもするし、一旦ちょっと人間関係を整理しようと、自分がこの人とは会いたいと思う人だけ、その新しく会うことも全然あるんですけど、その場合も本当にこの人に会いたいっていう場合だけ会う、そしてまあ友達だったりとか、まあ、今まで会ってきた人の中でも、まあ自分を慕ってくれる人だったりとか、自分が今のタイミングでこの人に会いたいと思った時に会うみたいなのは心がけてます。では続いて16個目の節約術は、節約生活のご褒美はお金にゆとりができることということです。これつまりですね、その節約生活って一見ゴールがないじゃないですか。結構長い道のりだから、なんかその節約頑張ってて何がご褒美なんだろうってふと僕思ったことがあるんですよ。でそんな時に僕が行き着いた答えっていうのが、節約生活のご褒美っていうのは、まあ、経済的にゆとりができることだよと、金銭的にゆとりができることだなと思いました。でもしかしたら皆さんも、いや節約生活これいつまで続ければいいんだろうとか、ゴールがないなとか、ご褒美どうしようとかって思ってる方、悩んでる方もいるかもしれないですけども、そもそもそのお金にゆとりが生まれ始めてる、お金にゆとりができてきたこと自体がご褒美であり、かつ、まあ、それがかえってその安心できるし、まあ、幸せだったりとかもするじゃないですか。選択肢も広がるしっていうふうに思おうって思いましたね。もちろん物理的なご褒美をあげることも大事なんですけども、いやそもそも節約頑張ってきたから今の経済的なその余力があるんだなというか、経済的自由があるんだなっていうのは、そう思わないとやってられないじゃないですか。なのでぜひ皆さん、今節約生活が辛い方はそんな風に考えてみるといいのかもしれません。では続いて17個目、これもめちゃくちゃ大事なんですけども、17個目の節約アイディアは、節約資産形成を他人のペースに乱されないということになります。これつまりどういうことかというと、もう世の中にはいろんな節約術にあふれており、かつその私は年間いくら貯めるよとか、今私は資産額何万円何千万円ですっていうコンテンツ情報ってたくさんもあるじゃないですか。でそういうお話を聞くとですね、やっぱり乱されやすいんですよ、人間って。僕も乱されたことがあります。例えば30代で平均貯蓄額はこ
こうだとか中央値はこうだとか自分と同年代で、この人はいくら貯めてる、この人は自分より全然貯蓄が多いとか、あとは年下なのに、ね、貯蓄めちゃくちゃしてる、逆にしてないとか、年上でこれぐらいの貯蓄額、めちゃくちゃ貯蓄してるとか、まあ、いろんな情報があって、でそれを聞くとですね、自分はもっとね仕事した方がいいんじゃないかとか、もっと節約頑張れるんじゃないかとか、もっと積み立て額増やせるんじゃないかっていう風に、自分の今までのペースが乱されまくるんですよ。でそれって良くないなと思いました。で結論から言うと、要はペースを乱されずに継続することが命なので、その焦りは禁物なんですよね。だから僕は毎日の心がけとして、もう節約と資産形成に関しては焦りは禁物だから、とにかく自分のペースを守ろうと。でそれもやっぱりしっかりといくら必要で、まあ、後でもまた話しますけど、いくら必要 でそこから逆算して、じゃあ毎日毎月いくら積み立てておけば自分の、まあ、ペースは守れるというか目標に到達できるのかっていうのをしっかり考えた上でペース配分をするっていうのが大事ですね。マラソンで例えるならば、何キロ走るのかで、例えば10キロ地点で何分ぐらい到達できてればいいのか、10キロで例えば、まあ、適当に言いますけど、まあ、30分ぐらいで10キロ走れてれば目標タイムに到達できる、で20キロ地点でじゃあ60分ぐらいで到達できればいいかなとかっていう感じで、もう節約も資産形成もやっぱマラソンと同じなので、しっかりペース配分は、自分に合ったペース配分を考えるのが大事ですね。一人一人体力も違いますし、収入も違いますし、家族構成も違うから、だから本当焦りは禁物だよと。息切れしたりとか、あとはハイペースなのは、あのマラソンで例えると怪我する可能性もありますしね。だからぜひ皆さん、もう節約とか資産形成とか投資とかいろんな情報にあふれてるからペース乱されがちですし、誘惑に負けがちかもしれませんがね、そこはなんとか自分のペースを守り抜いてほしいなと思います。参考にするのはいいですけどね、ペースはしっかり守る、で一回ペースを変えるのであればしっかり考えた上で、自分が理解納得した上でやるっていうのがおすすめです。でもしハイペースにしたりローペースにしたりして、ちょっと自分には合わないなってと思ったらまた戻せばいい話なので、僕もそういう感じでやってます。一旦上げてはすぐに戻してっていうのも全然あるので、もう本当にあの他人のペースに乱されないように気をつけてください。続いて18個目、最後ですね。お金が自然と貯まる節約アイデア18個目は、目標貯金額、目標資産額を欲張らないということです。これつまりどういうことかというと、以前の僕はですね、僕だったらいくらいくらまで資産増やせるんじゃないかとか、あの人はいくら貯めたから自分もそこまで行ったろうとか、いやあの人を超えたろうとか、なんかそういう欲って出てきてたんですよ。だけどこれって切りないじゃないですか。仮に1000万円貯めた人は2000万円貯めたくなるし、で2000万円貯めた人は5000万円で、5000万円貯めた人は7000万円、7000万円貯めた人は1億円、1億貯めた人は2億、2億貯めた人は5億っていう風にどんどん欲が出てくるわけですよ。目標を叶えたらまた次の新しい目標が出てくるから、いやこれ切りないなと。で永遠に仕事頑張んなきゃいけないし、永遠に節約とか貯蓄頑張んなきゃいけないって、なんか虚しいなと思ったんですよね、ふと。だから僕の場合は、まあ動画の冒頭でも言いましたけど、自分は何のために節約貯蓄してるんだと、でいくら必要で、じゃあそのいくら必要なのは、その何歳の時までに必要なのかとか、60歳65歳の時にいくらあったら十分老後生活を楽しめるのか、必要最低限いくら必要なのかっていうのをしっかり明確にして、で逆算して、で毎月いくら貯めようっていう風に自分のペースを今守ってるんですよ。でそうするとさっき言った他人のペースに乱されることはないし、その例えば今僕の場合はその全世界オールカントリーの株買ってるんですけども、だけど他の金融商品に目がくらむことがないんですよ。逆にその焦っちゃって、自分はいくら貯めなきゃいけないとか、あの人のようになりたいとかっていう風にペースが乱されちゃうと、いや全世界じゃちょっと厳しいから SP500 にしようかなとか、で SP500 でもリターン少ないって思ってしまえば、よりリスキーな金融商品買わざるを得ないじゃないですか、 FX に手出したりとかね。だから結局皆さんに何が言いたいのかっていうと、無理してお金を貯める、無理して節約する、無理して投資すると、結局しんどい投資生活、節約生活になることは間違いありません。だから分かりやすい言葉で言えば、自分のペースを守りつつ
ほどほどにお金を貯めるっていうのが個人的な正解でしたね。僕の家では無理をしない、欲張らないかといってスローペースになりすぎないっていうのは気をつけてます。だからまあ繰り返しにはなりますけど、自分の家ではいくら必要なのかで、そこから逆算して自分のそのペース配分を決めて、だからその未来をだけを取るのではなくて、その今は苦しいけど将来楽できればいいやっていう節約方法、投資方法を取るのではなく、かといって全く節約貯蓄せず今だけ楽しければいいやっていう暮らし方でもなく、僕はもう両取りですね。今を楽しみつつ将来のためにも備えるというのが結果的にバランスがいいんじゃないかなと。でやっぱり人生いつ死ぬかも分かんないから今も楽しみたい、だけど将来お金がなくなって超ボンビー生活をするのも嫌だから、なのでぜひ皆さんも今のお話に共感した方は、その資産形成、資産額を欲張るのではなくて、一体皆さんはいくらあれば安心なのか、最低限その幸せになるためにミニマルな幸せですね、最低限この生活さえできてれば幸せ、じゃあその生活をするにはいくら必要なのかというのを逆算してペース配分を決めて節約をする、毎月の積み立て額を決めるとより余裕のある節約生活もできると思いますし、今の生活を楽しみながら節約もできてくると思います。ぜひ参考にねしてみてください。はい、ということで今回の動画いかがだったでしょうか。ちょっとお話長くなってしまいましたけども、今回の動画ではリアルな我が家の節約事情ですね、お金が自然と貯まる18の節約アイディアについてお話をしてきました。ぜひ、共感したところだったりとか参考になったものを今日の今日から実践してみてほしいなと思います。で最後に、このチャンネルでは自由で身軽なライフスタイルを追求しているミニマリストが、子供がいても少ないものとお金でのんびり暮らすをコンセプトに、自由と豊かさを手に入れるための実践的な暮らしのヒントを発信しておりますので、興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。